この動画では、機械音声、ボイスロイドによる、実況や内話ネタ、投稿者主観の解説が入ります。苦手な方は、視聴をお控えください。大丈夫な方は、引き続き動画をお楽しみください。どうも。無双エイトエンパイアーズで、諸国人が参戦すると、勝手に思っていた、ことのはあかねです。なんかそういうデータあるんですか？黙れ！今回も、今年9月20日に20周年を迎えた、新三国無双2のアテンドディスク、新三国無双2モーション伝で追加された第5武器、第2ユニーク武器について、詳しく解説していく動画やで。あれ？テンプレオープニングじゃないの聞いてないけど。どうも、ゆずきゆかりです。昔遊んだ頃の思い出に浸りながら、この動画を視聴していただけると幸いやで。まずは、ロリコン大都督の。ふざけているのか！改めまして、まずは周囲のポテイトン風熱や、移動速度プラス23、体力ゲージプラス82、攻撃力プラス25、攻撃範囲プラス28。そして、チャージ6に風属性がつくで。他能力は、全然悪くないけど、風属性が微妙すぎて、あんまり使わない武器だな。無双増加量がないのは痛い。これ使うくらいなら第4武器の、ポテイトン新武器を使うよ。誰？どうも、ごまさきです。いつも動画のご視聴、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。うつ主が言う通り、周囲は、第4武器の、ポテイトン新武器の方が優秀やな。チャージ2とチャージ5に炎属性がつくから非常に強いです。というか、ポテイトンって、剣技の孫権の武器じゃなかったっけ？そうだよ。なんで周囲が使ってるの？そのことは後で、孫権の第5武器紹介と一緒に解説するね。オッケー。ちなみに、周囲のライバルである諸葛亮が身につけている漢巾や羽扇は、中国の元の時代まで、周囲の衣装として広く浸透していたみたいだね。後に現代後期になると、諸葛亮のイメージに変わって、それが三国志演義に反映され、完全に諸葛亮のものとして固定されてしまったようや。どうしてだよ！演義でも、聖史と同じように活躍する一方で、諸葛亮のかませ姫な描かれ方で気の毒だったけど、姿のイメージも諸葛亮に奪われちゃうなんて、本当にかわいそう。話を変えるけど、個人的に、無双エイが DLC のイフシナリオ衣装の周囲がバチクソ好きなんですよね。兜を被った周囲の衣装は今までになかったので、これを初めて見た時は歓喜しました。この衣装には、無双5から、周囲の武器になったコンネは似合わないから、武器を手に戻してください、光栄さん。都督権みたいに、独自の武器を生み出してもらってもええんだで。続いて、二つ目は放火マリクソンの光線飛炎や、動物は昇格だ！体力ゲージプラス80、攻撃力プラス24、弓防御力プラス55、攻撃範囲プラス30。そして、風属性がチャージ6につくです。また、風属性くんですか。これも、周囲の第5武器と変わらない性能だね。何これ、微妙すぎて解説するのも避けたくなるレベルやな。ふざけるな！ということで、皆さんはやっぱりこっちですよね。ああ、もうめちゃくちゃだよ。皆さんもご存知、リクソンといえば。第4武器の戦飛炎ですよね。この武器の強みは何といっても、チャージ用に残属性が使われているところなの。第5武器も悪くないんだよ。悪くないけど、無双中は残属性低なところがあるから、第4武器と比較すると相対的に、気になっちゃうのはしょうがないよね。武器の話から脱線しますけど、無双のリクソンのビジュアルってとても若すぎると思うんですよね。
ヴィランの戦いの時はすでに40代近くになっているはずなのですが、あとこれは個人的な感想なんですけど、リクさんの武器飛燕ですが、初代から無双4までの双剣飛燕は少し使いにくかったんですよね。その後の無双5の飛燕は攻撃の噴射で衝撃波が出せるので、とても使いやすくなった印象です。続いて3つ目は、一丁やるか。誰だお前は。どうも、男子シギーです。嘘だ。茶番はさておき、3つ目は男子時の新素朴ウーロイヤ。移動速度プラス22、防御力プラス46、弓防御力プラス55、攻撃範囲プラス26。そして、星属性効果で、精神カブトがついてくるで。あかねちゃん、一つ聞いていいかな。なんや、ゆかりさん。あいつは一体誰なの？さっきからずっといるけど。彼は、プレイステーション版、三国無双の男子時ですね。実は、この格闘ゲームは原点の新、三国無双シリーズで、シギは、この格ゲー時代から参戦している最古さんの一人です。一丁やるか。違うだろ！ええ、すごく地味な印象の大志士だったけど、こんな昔から最新作まで階級賞なんだね。私の個人的な意見を言わせてもらうと、大志士は、演技で、攻撃の使い手になっていますので、固有武器は攻撃にしてほしいと思うんですよね。ちなみに、攻撃という武器は、無双5で、長領が使ってたらつよで。大志士も、一度無双5で、槍に武器を変更されましたが、実はこれ演技に合わせられてるんですよね。演技の第15回に、大志士と孫策が一騎打ちをする場面の描写で、大志士と孫策は、互いに槍を捨てて殴り合い、と書かれており、そこから大志士、孫策は槍を使用していたと読み取れますね。大志士は、聖史でも数えるほどしか、記述が少ない一騎打ちを孫策と行っているんですよね。その際の武器の記述もあるんですけど、動画の尺が長くなるのでまたの機会にお話ししますね。そういえば忘れてたけど、大志士の第5武器って強いの。うんこです。止まるんじゃねえぞ。忘れとったけど、大志士ならチャージ4とチャージドライブに雷属性がつく第4武器安定やで。続いて4つ目は孫昌光の幽炎剣魂剣や。体力ゲージプラス75、攻撃力プラス20、運プラス28、攻撃範囲プラス30、開始時休みプラス30。そして、チャージ6三角ボタン連打で炎属性がつくで。この第5武器は強いね。損傷行為第4武器、出月剣魂剣が、劉備の竜神剣並みに。だったから、ちゃんとしっかり強化された第5武器でよかった。これでどうやって戦えばいいんだ。有名な話ですが、孫昌光という名前は強敵という中国の演劇での名前で、正史には孫夫人、演技だと孫仁と呼ばれています。そして、実は、孫昌光自身が武装をしていたり、休養期という二つ名の設定は、正史演技ともに記述がなく、これは、日本の小説家、吉川英治が日本人向けにアレンジして執筆した、三国志という小説が元ネタになっています。ゆかりさん、無双4の設定画集に描かれてる孫昌光のイラストが一番好き。皆さんはどんな昌光が好きですか？続いて5つ目は孫元の天狼破雲剣や。無双ゲージプラス82、防御力プラス42、弓攻撃力プラス55、攻撃範囲プラス26。そして星属性効果で活気音がついてくるで。また星属性多くないですかね。アイテムも微妙すぎて、こっちは全然使わないな。やっぱ孫剣はこの第4武器新天狼剣やな。チャージ後に炎属性がつくし、全然使えるで。そういえば周囲のところで出てきた固定刀の話だけど、演技の第5回に半島卓連合に参加した孫剣の姿は白銀に光り輝く鎧を身につけ、
赤ずきんをかとり、腰には固定板を下げと描写があり、どのような種類の刀なのかははっきりわかりませんが、固定板の記述はこれが最初で最後なので、おそらく刀剣専用の武器と予想してます。初代無印から無双4まで剣を使用していた刀剣ですが、無双5でとうとう念願の固定板を手にします。やったぜ。しかし無双6から固定板の名称は剥奪され、ただのクソデカ刀になってしまいました。どうしてだよ光栄さん、固定刀を装剣というデカをしてあげてくださいね。あげません。続いて6つ目は装剣の天然対空剣や、無双ゲージプラス68、体力ゲージプラス70、弓攻撃力プラス52、非常攻撃力プラス55、そしてチャージ4に3属性がつくで。なんだろうこの武器、騎士感があるような。ドケチ。無双2の空手剣キャラの第4部は同じデザインは、かなりの数を使い回されていたんだけど、第5武器が追加されてからはデザインの差別化がなされたんや。でも剣パパ、孫剣、そしてこの後で解説する大行や小行は、第4武器、5武器ともに使い回しです。すっごい。黙るシェイ。はい。ここで余談ですが、昔新三国無双ブラステという古のソシャゲがあったんですけど、そのゲーム内で手に入る武将カードの中に増援機の装剣があるんですよね。これはぜひ次回作に反映してほしいですね。続いては、なんだこのおっさん、なんだこのおっさん、誰がおっさんだバカ者。いや、7つ目はおっさんことヨモイの侵略孤学や、体力ゲージプラス82、攻撃力プラス25、非常攻撃力プラス50、攻撃範囲プラス25、そして星属性効果無双鎧がついてくるで。これは単純に強化された第5武器だね。リョモウは第4武器の役古学があまりにも微妙だったから、これは必然的に第5武器しか使わなくなるね。リョモウはチャージ攻撃は微妙やけど、通常攻撃は範囲も広くて使いやすいし、無双も地上ヒットやから結構優秀なキャラやな。無断ですが、先ほどお話しした新三国無双ブラストには勉学に励む若い頃の読むカードがあったんですよね。個人的に活躍する時代が長いキャラクターは青年期、少年期システムを実装してほしいものです。続いて八つ目は、血がたぎってきたぜで、同じに関連の七日用や、移動速度プラス24、防御力プラス45、攻撃範囲プラス28、肉満回復プラス12、そしてチャージ6に風属性がつくで。武器デザインはとても関連とマッチしてるのに、性能が残念な七日用くん、あのさ、まあ好みの問題やろうけど、みんなは圧倒的に第4武器の破壊を使ったんやないんやろか。チャージ力の雷はちょっと微妙やけど、不可能力はかなり優秀やからな。この頃のカンネイの無双の瞬間火力はかなり高く、最強武将の一角としてかなり人気でしたね。最近では固有武器も微妙なので、無双2のようなカンネイを復活させてほしいです。ふざけるな、バカ野郎。続いて9つ目はやらいでか。でおなじみ今回の眼中弁や、無双ゲージプラス85、攻撃力プラス26、非常攻撃力プラス50、攻撃範囲プラス28、そしてチャージ4に雷属性がつくで。これも純粋な強化だね。今回の第4武器段階弁が微妙すぎたから、これで今回もそこそこ使えるキャラになるね。
回の鉄弁ってデザインが西洋のメイスに近い感じなんですよね。ちなみに演技で描かれる本来の鉄弁はこっちです。私はこっちの方が断然いいですね。あと最近だと武器もブレブレで、なぜか鉄弁じゃなく細胞になったり、挙句の果てには突進でどこでも波乗りプロレスおじさんになってしまっているので、武器はせめて鉄弁固定にしてほしいですね。続いて10個目は孫作の刀身や移動速度プラス22、弓防御力プラス50、攻撃範囲プラス30、無双増加量プラス23、そしてチャージ力に雷属性がつくで、これに攻撃力が付加されてたらまだマシだったんだろうけど、なんか微妙だな。第4武器の花王は炎属性はいいけど負荷があんまりな感じ。私自身孫作をあまり使いこなせていないので、難易度最強を孫作で立ち回れる方はものすごく尊敬してます。あとどうしても先行孫作が使いにくくてあんまり使用していなかったんですが、無双5で槍に変更された時は本滝でしたけど、かなり使いやすかったですね。本指示のところでもお話ししましたが、演技で孫作が槍を使用していた描写があるので、個人的には槍固有孫作を無双ラインで使用できたらいいなと思ってます。覇王層なんて固有が武器カテゴリーではどうですかね。最後は2人続けて紹介するです。まずは大凶の大凶です。誰だお前は。大凶です。ふざけているのか。よくぞここまでたどり着いたな。なんだってんだおめえは。こちら。初めて殿に会った時はなんて無茶苦茶なお人だと思いやした。でも巨匠の嬉しそうな顔を見て思ったんです。ああ、この人の作る世の中が見てみてえって。うわまるで意味がわからんぞ。テインファンの皆様すみません。最初は大凶の強化ビレイヤー、体力ゲージプラス65、攻撃力プラス26、攻撃範囲プラス22、肉まん回復プラス10、そしてチャージ4に炎属性がつくで。大凶に第4武器は属性がないから微妙だったけど、第5武器で炎属性がついて火力も上がってるのがいいね。そして最後は小凶の強輪カレイヤ、無双ゲージプラス85、攻撃力プラス28、弓防御力プラス54、攻撃範囲プラス22、そして星属性効果で葉っぱ防御がついてくるです。一点は第5武器で一段と強化されています。でも小凶の方は第4武器も捨てがたいんだよね。残属性がついててこっちも強いしね。飛天御剣流クズ流戦。最後の余談ですが、イニシエの作者で新三国無双ブラストでは大人に成長した大凶小凶イラストが存在するんですよ。初めてこれを見た時はめちゃくちゃ驚きましたね。早くこの二人を無双ラインで実装してください。お願いします。なんでもします。さて、新三国無双通の商伝で追加された第5武器解説五武将編、いかがだったでしょうか。皆さんの中にもこれは同じことを思ってたという方もいらっしゃったのではないでしょうか。次回は第5武器武将編になります。お楽しみに。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは無双シリーズに関する動画などを投稿しております。よろしければチャンネル登録と動画に対しての評価、コメントなどお願いします。それではまた次回でお会いしましょう。